はい、どうも。最初の挨拶が決まってないパビリオンです。今回は後付けでちょっと久々にね、動画を投稿しようかなと思って、あと2週間ぶりぐらいに IW やってきたんで、その動画上げてます。で、まあ TDM で、まあ、セリリウム、まあ撮ってきたんで、まあその動画に後付けでやっていきます。で、なぜ2週間動画を投稿しなかったか、いやー、あれなんでね、いろいろあるんだよ俺にも。俺も暇じゃないからさ、動画投稿する暇がなかったね。CUD に飽きたとかそういうのじゃないから、動画投稿に飽きたとかじゃない、だから動画を投稿する暇がなかった。あともうすぐで2000人なんでね、まあ、これからは頑張っていきたいと思います。で、まあ、この1週間、朝から晩まで、まあ、デスニー2やってたわけだけど、かなり忙しかったな。朝から晩まで、まあキャラのリセマラしたりね、やってたんだけど、まあもう飽きたんで2週間デスニー2飽きたんで、まあ、それ朝から晩までデスニー2毎日やってら飽きるわなってことなんだけど、まあ今度は CUD に戻りますわ。今度はね、まあで他にも理由があるんだけど、ワールドアット2、あ違う、ワールドアットウォーじゃねえよねあれ。知ってた？俺もコメントで気づいたんだけど、ワールド、コメントの人がなんか、ワールドウォーじゃねとか言って、で調べたら本当にワールドウォーだった。ワールドアットウォーじゃなかったわ。なんで、前作は名前変わってんだと思ったけど、まあ、これに関しては謝罪します。はい、すいません。で、そのワールドウォー2が、まあ、面白すぎたっていう、評判がかなりいいよね、あのゲーム。まあベータやった人ならわかると思うけど、かなり面白い。久々に全盛期の、まあ、俺全盛期の COD はやってないんだけど、BO2 からだから。まあその、ね、久々に COD って感じの COD をやったんだよ。間違いなく COD じゃないからこれ。なんか別ゲーだと思うんだよ。思ってよ、俺から COD とは。で、そのワールドウォーが楽しい。その、楽しすぎて、なんか、終わった瞬間に IW のやる気がなくなるっていう。で、まあ、今はIW のやる気が戻ってきたんで、実況はちょくちょく撮り始めてんだけど、まあもうすぐ2000人だし、まあここまで伸びるとは思わなかったな。2000人行くとは思わなかった。最初パワーパワーターに紹介されて、紹介動画今見たら1万再生いってた。結構、まあ、そのおかげもあって、あれだな、最初登録者50人ぐらいしかいなくて、で、なんだろう、ポーパータに紹介されて200人ぐらいいって、そっから実況撮り始めて、まあ、有名になれるチャンスだと、思ってやったら、最初の実況動画が、最初の実況でもうすでにマウスって言ってるから俺は。俺隠れマウスは嫌いだから、隠れてこそこそ使ってるようなマウスはね、滅びればいいと思う。堂々とマウスって発言すればいいのに、なんかね、ちょっとずれたけど。で、まあなんだろう、たかが2000人と思うかもしんないけどね、FPS で結構難しいわ。なんだろう、ネタがないんだよね。RPG とかならさ、まあ、ストーリーのなんかね、語ったりできるけど、いやー FPS はな、きついわ、いろいろと。きついや、もう何喋っていいか分かんないし、なんかネタがねえと。あ、新武器出たとか、あ、新マップあるんだっけ、新マップ。新マップはやる気はない、やる気ないわ。だってどうせクソマップでしょ。見て、俺見てすらいないけど、その新マップの動画とか
どうせクソマップだと思うから俺はやらないわ。うん、まあ超雑談動画になったけど、まあ最初はこんなもんでいいでしょう。ああ、でも2週間ぶりに CUD やったらマジで全然キルできなかった。まあ、これ今慣れてきた頃の動画なんだけど、うん。あ、終わったな。63キル3ですと。まあ、これから TDM をやっていくんで、まあ、ドミでね、なんかマッチングしないんだけど、人口減ってない ?IW。ワールドワットを終わってから。みんなやる気なくなったかもしんないわ。はい。じゃあ、こんな感じでね。はい、終わります。じゃあ。